ビルの生誕地ビル・ウィルソンはアメリカ発祥のアルコール依存症を克服するための自助グループアルコホーリクスアノニマスの共同創設者の一人一般にはビル W として知られており飲酒の克服のために12ステップモデルを開発しアルコール依存症克服運動の象徴の一人となった AA のもう一人の共同創設者はボブスミス博士ビルの妻ロイス・ウィルソンは アルコール依存者の友人と家族への支援を専門に行っているグループール・アノンの創設者である。ウィルソンはバーモント州東ドーセットでギルマンバローズ・ウィルソンとエミリー・グリフィスの間に生まれた。普通の少年時代を過ごした後、第一次世界大戦の時兵役駅に着き、その間大量の飲酒に頼った。その後1920年代にウォール街の周辺を出入りしたが、 株式ブローカーになることはなかった。ある日、エビー・サッチャーという昔の飲み友達が、ウィルソンの家を訪れることになった。1日中飲みながら、昔話に花を咲かそうと期待していたウィルソンは、サッチャーが飲酒を断ったことに驚いた。サッチャーはウィルソンに、私は信仰を得たんだと語ったのだった。サッチャーは、オックスフォードグループとして知られている。 宗教的な集まりに参加していた。オックスフォードグループは、福音派のグループの一つで、アルコール依存者が飲酒をやめることを支援していた。ウィルソンは、サッチャーの禁酒の誘いを辞退した。しかしその後に彼は、暴飲から入院することになった。病院で回復する間にウィルソンは、スピリチュアルな体験をし、飲まなければならないという彼の脅迫観念はたちまち、消滅してしまった。 ウィルソンは自身の自然発生的なアルコール依存症からの解放とサッチャーの最近の訪問とを結びつけて考えた。そしてサッチャーが彼にしたように今度はウィルソンが彼の回復のメッセージを他の人たちに伝えようと決意した。ウィルソンはアルコール依存症患者になりかけている人を助けることに関心を持ちオックスフォード運動に参加したが その最初の6ヶ月間はほとんど成功が得られなかった。それからしばらくして彼は小取引のためにオハイオ州アクロンへ旅行したがその取引は失敗しフラストレーションのあまり彼は再び酒を飲みたくなった。彼は酒を飲む代わりにホテルの電話ボックスに閉じこもり電話帳で探し当てた教会の修道所に電話した。彼は飲むのを避ける唯一の希望は 共に語るべき問題を抱えた飲酒者の仲間を探し出すことだという結論を得ていたので、そういった一人を探そうと考えたのだった。この結果、同じく飲酒癖を持っていた、ボブスミスという地方の外界との翌日の出会いマイナス後、ガツ母の日マイナスにつながった。ボブ自身も飲み続けることを断念し、ビルに再会する。そして、共に飲酒者の仲間を探そうと決意する。これが、 アルコホーリクス・アノニマスという運動、霊的共同体の始まりだった。その日、1935年6月10日が AA の創立日とみなされている。数年のうちにアクロンとニューヨークの2つの町で始まった依存症者の集まりは回復者が100人を超えるようになった。そこでウィルソンはアルコール依存症からの回復についての経験をまとめた本を書くことに決めた。 その本の第5章でビルはどうやればうまくいくのかを説明し12のステップを文書化した。このステップの考えはオックスフォードグループの6つのステップをアルコール依存症からの回復に特化したものだった。1939年発行されたこの本のタイトルは熟慮の結果アルコホーリクスアノニマスが選択され、そしてこれが新しい運動の名前にもなった。 当初この本はほとんど成功しなかった。しかし、1941年にサタデイイブニングポスト誌の記者、ジャック・アレクサンダーによって書かれたアルコール依存症からの回復計画について語る、この噂の団体についての記事は、アルコホーリクス・アノニマスを有名にし、運動を全米に広げる日となった。1940年代になって、ウィルソンは、 同じような団体がすでに1800年代に存在していたことを知った。その団体はワシントニアンと呼ばれていた。AA に似た運動がかつて存在したが次第に消えていっていたという事実は AA の将来についての厄介な暗示を表していた。ワシントニアンが崩壊した原因はアルコール依存症からの回復という当初の目的を外れて日々の様々な問題へと滝化して 焦点を失ったからだったと言われる。同じような運命を恐れたため、ウィルソンは何が永遠であって何が永遠でないかを定義するガイドラインを確立しなければならないと考え始めた。これは12のステップを保管する12の伝統として記述された。これらの伝統は永遠を次のようなものであると説明している。世論を発表せず、主義を支持せず反対もせず、 会員に禁止の願望を超える要求を課さず、公共のレベルにおいては、匿名のままでいる要会員に勧告する、等々。ウィルソンは、個人的な知名度を嫌う人物ではなかったが、12の伝統を決めた後、彼は匿名会員になり、公共の匿名の原則が AA が推進する、最も素晴らしい、崇高な原則であると述べるようになった。彼が、ビル・ウィルソンではなく、 ファミリーネームをイニシャル化したビル・ W で知られるのはこのためである。ウィルソンはエール大学からの名誉学位を含む多数の栄誉を辞退し、そして彼自身が雑誌の表紙に載ることを許さなかった。ウィルソンは禁酒の前後に長いうつに苦しみ、精神病の治療を受けた。その時、カリフォルニア州のトラブコ大学でオルダス、ハクスリーや同大学の創設者、 ジェラルド・ハードと友人になった。ハックスリーはウィルソンを20世紀の最も偉大な社会の建築家と呼んでいる。1950年代にウィルソンとハードはアルコール依存症者と薬物依存症者が乱用のサイクルを止めるのを助ける可能性があるという理論があった幻覚剤 LSD を使った実験をした。しかし、LSD の有用性についてのこれらの主張は異議を唱えられ、 LSD が1970年10月27日に DEA によって第一種規制薬物に指定されたためにそれ以上の調査はされなかった。生涯を通して喫煙者だったウィルソンはフロリダ州マイアミで1971年1月24日に機種と肺炎のため死亡した。ビル W の友人たちという表現はアルコール依存者の解を示す暗号である。 ビル・ウィルソンの物語と A への創立は、1989年、我が名はビル・ W で、TV ドラマ化され、ジェームズ・ウッズとジェームズ・ガーナーが出演した。タイム氏はウィルソンをタイム氏が選ぶ20世紀の100人の一人に掲げた。ありがとうございます。